岩佐幼稚園に一番近い島。ということで、特撮アニメライターの、あれ、一応私だってするんですという映画が公開が迫っているので、映画プロデューサーでもあると申しておきましょうか。岩佐幼稚が好きな特撮アニメ以外、映画についても語る番組です。そして、その映画を監督されたのがどうぞ。私だってするんです。公開してる？まだ？わかんないですけど、私だってするんですってのはね、3月の11日から、池袋、キューマックスの池袋でですね、やってるのかな？やるのかな？みたいな、ギリギリのところだと思いますが、ミクロン株様次第です。ですね。ミクロン株様な次第なのまあ、か、それはもう映画界全てに言えてることなんじゃないでしょうかね。もうね、偉い騒ぎなんです。まあ、あそれるい監は督。都知事と岸田首相のご関係性次第かなとかいろいろ。そうですね。いろいろあるんで、まあ、どうなるかわかんないですけど、してたらいいなって思っております。だったらね、毎日舞台挨拶だったりとか、様子見たりとかしてると思うんで、ぜひお声掛けください的な感じでしょうか。はい、荒木と申します。よろしくお願いします。お願いします。ということでですね、本題に入りたいと思うんですが、今回はどのネタでお話ししましょうか。先ほどですね、前振りさせていただいたんですけど、元都知事、元東京都知事、石原慎太郎先生、石原慎太郎さん、ご追悼です。あ、なかなか面白いところから。面白い、追悼なんで一 応。まあでも、あれ、一本監督されてますよね、確かね。見た、あ、ないか。あれ、ないのか。あれは違いますね。違うな。あれ？なかったような気が。ないですね。脚本だ。狂った果実は脚本であ、すそうそうそう、脚本です、脚本です。小説とほぼ同時に書いたっていうね。すいません。なんか、俵総一郎さんとなんか勘違いしてました。ああ。一本監督してるじゃないですか。なんかわけわかんない。でも、確かに近いところにいらっしゃる方ではありますけど。まあ、なんか思想的に全然違う人持ってきちゃったなって思いました。思想も違うし、でも、なんでしょう、やられてることがちょっと、なん多か少かこう、ぶってるっていう。その文化人的な立ち位置がちょっと似てるのかなみたいそうですね。文化人なんですけど、芸能人以上に有名という。な。そう。まし下て、手なね、タレントさんなんかより。政治家でもいらっしゃったので。そうですよね。で、小説家で映画の脚本も書いてて。そうですね。で、なんといってもやっぱり石原裕次郎さんのお兄さんであるっていう。そう。まあ、なんつったってデビューのね、こちらの裕次郎さんですけど、きっかけを作られた方です。そうですよね。むしろ、だからお兄さんの小説が有名になって、というか、小説家として出て、で、それが映画になりましたよっていう。へえ、兄貴すげえんだーっつって見に来たら出ちゃったみたいな感じですもんね、流れ的にはね。早々にこちらをちょっと撮らせていただきます。この中を気にしているという手を。パフォーマンスで、パフォーマンスじゃありませんね。なんかしてますよ。なるほど。ということで、まあ、先ほどね、タイトル見ました、やっぱり狂った果実ですよね。この間、東京 MX さんで、偉大なり東京 MX で放送されてたんですよね。もうさすがやっぱりね、元東京都知事の方ですから、MX が追悼しないでどうするんだとそうですね。いう感じだったんじゃないでしょうか。もう、たまたまつけたら始まったんですよ。伏線ですね、これの。おおと思って、あ、そういえばと思って、そのまんま、もう十何年ぶりぐらいに見ましたけど、やっぱり、それこそ監督してねえよ、中平さんだよって話なんですけど、久々に中平節を見て、この人すげえなっていう、もう、あれよく当時の人理解できましたね。結構斬新な映画で面白いなって思ったんですけど。そうですね。単にモノクロというだけで、ほとんど今でも通用する。いやいや、もう、センス炸裂の。あと、内容も、あれ、そうだと思い出したんですけど、不倫もんなんですよね、これね。そうなんですよね。三角関係映画なんで、あれ、今日かなり今風だなっていう。今風ですし、若者のこう
だからあれ見ると結構その10代っていうか、ね、なんかそんなに違いはないのかなって思えたりも、はいはい、なんかしたりする作品だったりとかしますね。なんかその、はい、もうもちろんファッションとか風俗とか、ね、そういうのは全然集まる場所なんかも違うんですけど、はい、ね、あのプレステもないですし携帯もないですし、そうですね、スマホもないですし、なんもネットもないんですけど、はいはい、なんか石井蔵さんみたいになってきましたけど、結構そんなに違いは、はい、てかやっぱりあの中平監督のセンスが良すぎるんですね、はい、あの今に通用しすぎちゃうっていう。そうですね、あれだから当時理解できなかったんじゃないですか、周囲は。と思うんですけどね。そう、でもやっぱり中平監督って、まあ、中平監督話になってますけど、あのずっと僕は娯楽映画の監督だっていうのを貫き通して作ってた方ではあるんですよね。あのなんかの映画表でなんだっけ、あのなんかそうそう、あの割とテーマ性のある映画ばっかり認められるのはおかしいみたいな。あーはーはー、あのもっと娯楽映画にも光が当たるべきだっていうようなことを発言してらっしゃったりとか。だって進んでね、やっぱりプログラムピクチャーに行かれてましたからね。そうなんですよね。そうそうそう。でも作ってるのはそれだから、あんたあんまりって思うんですけどね。結構斬新だよっていう。あのでも鈴木側文監督も斬新って斬新ですよね。そうですね。そうそうそう。うん、あの、なんでしょうね。こういう言い方すると、今見るとね、鈴木監督も相当おしゃれな感じになるんですけど、ええ、だからおしゃれな鈴木側文っていうとちょっとおかしいなっていう、なんて言えばいいんだろうっていう。あ、スタイリッシュな鈴木側文で、いや、鈴木側文監督も十分スタイリッシュだなとかね、何が違うんだろうっていう。そうですね、そうなっちゃいましたよね。そうな、ええ、もう今となってはもうあの、うん、鈴木節というものがあるので、十分スタイリッシュですし。あ、だからあれですよ。あの、もう完全に慎太郎さんを離れて、監督論になってますけど、あの、ほら、やっぱり側文監督の冠ですよ。笑いの大将。あ、そうそう、笑いの大将。ここが中平監督にはないですから。ないですよね。やっぱりシリアスで、ね、かっこいいですから。そう、線が細いですよね、なんかね。こう繊細な感じのね。そうですね。まあ、この例えが合ってるかどうか分かりませんけど、あの、なので、だから中平監督が仮面ライダーなんですよ。で、あの鈴木側文監督はゴレンジャーなんですよ。ああ、そっちの方なんですかね。やっぱりその、だから中心にはこう、ライダーがいて。ちょっと入ってるっていうね。シリアスだよ、こっちは、みたいなね。ちょっと、戦隊になるとちょっとコメディ入る。そうです。と言いながら、ライダーも相当面白いですけどね、今見ると。うん、いやいや。まあ、でも、あの、その、建前的にはシリアスですよね。はい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 。そうそう、あの別に笑わせようとしてませんもんね。あのこっちは勝手に笑ってるんで。基本的には改造人間の悲哀を描いてるんで、はい、こんな体になっちまってっていうのが根底にあって、はい、でいかにこう日本を守っていくかみたいなね、はい、世界を守っていくかみたいな感じになってますからね。そうですね。とうとう仮面ライダーになってしまいました、ね。あれって日活から東映行っちゃったよ。まあその中平監督ね、あの監督された狂った果実はもう本当に何というか、あのラストといい何もかも素晴らしいですけど。そうですね。であれなんか石原慎太郎さん短編の映画かなんか原作読んだことがないんで分かんないんですけど。そうです、そうです、相当短いですよ。そうよくあれをだからあの尺にできたの、まあご本人書いてますからね。そうですね、脚本書かれてるんで、だからあの脚本がね一回読んでみたんですよね、どこまでこれ忠実なのっていう。そうですね、あの感じの脚本を書いたとしたら相当先行ってるでっていうあの感じがしちゃうんで、うん、というかあのよく小説家に書かせましたよね脚本をね、うん、どういう書式だったのか知りませんけど、ご本人もよくまあ書きましたよね。ですよね、いろいろすごいなと思って。そしてね、あのほら後年あの我々にとっては家族オールスター家族対抗歌合戦審査員として有名なターキーが水野江さんが滝子さんが
ね、はいはい、プロデュースをやり、あの、ね、裕次郎さんも、あの、中平監督も可愛がってたっていうね。そうですね。滝子さんが中平監督を監督にしたっていう、はいはい、そうですそうです。あれですもんね。あの、助監督だったのに、お前いいから監督しろっつって、やらしちゃったっていう。大抜擢ですよね。大抜擢ですよ。大抜擢ですよ。だって、亡くなったのが50何歳でしょ、中平さんって。はい、あの、52歳でびっくりしたのは、裕次郎さんと同い年なんですよ。おう、くしくも。ああと思って、はい、因縁ですよね、これもある意味ね。そうですね。まあ本当なんか市川崑さんとか、岡本監督、岡本京一監督ぐらいまで生きてたら、はい、もっとなんか辛抱者がいたのかなっていう、はいはいはい、そうですね。今もまさにあっち側の人じゃないですか、もう、はいはいはい、市川崑、岡本喜八、中平崑みたいなね。まあ、もう完全に中平崑話になってます。ほら、やられてることも、あのショーブラザーズに移られて、香港のね、はい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 、はい、取られて、あの、ヤン・スーシーという、寿司とかも、ね、お名前で取られてるじゃないですか。はい、取られてる。ブロッドラニッツもリメイクしてるし。はいはいはい。一回海外に渡って監督されて、また日本に戻って、今度はテレビフィーチャー撮られたりとかですから、すごい先駆的なんですよね、やってること。そうっすよね。そうっすよね。はい、外国行くわ。外国だなと思って。すごいですよね、今から。すごいですよね。うん、多分、大島渚監督なんかとは仲が悪かったんでしょうね、きっとね。なんか、相入れない感じがするんで。まあ、近親相応的な部分かもしれない。そう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 。まあ、日活とね、松竹って違いもあるでしょうし、うん、はいはいはい。そうですね。まあ、本当に狂った果実にはぴったりの監督でしたよね。そうなんですよ。まあ、実際あれがデビュー、まあ、正確にはデビューじゃないんですけど、あれがデビューみたいなもんなんで。だから狙われた男の方を先に取ってるんだけど、先に狂った果実を公開しちゃったって、まあ、それはそうですよね。そうですよね。うん、そりゃ、もうドル箱的な感じでいけるわけですから、スターが出てるわけですからね。そうですね、こちら優先でっていう。で、やっと慎太郎さんに話が戻りますけど、慎太郎さん出てるんですよね、はい、狂った果実。あ、そうでしたっけ、実は。気がついてなかったな。すごいんで一瞬なんですけど、長門役です。おお、で、長門さん、石原役を長門さんです。はい、長門博之さんと慎太郎さん特別友情出演で出て、 お互いの名字っていうか、お互いにお互い演じてんのみたいなね。ちょっと楽しいですよね、こういうところは。すごいな。ご出演もされてるってすごいですよね。原作脚本出演。まあなんかそこもなんか今風。最近ほら原作者がちょろっと出るとか、ええええ、なんかあるじゃないですか。まあ、なんかあと原作者が脚本書くのも今だと普通ですよね。そうですね。マルコしかり、うん、ワンピースしかり、ドラゴンボールしかり。それの走りって言えるのかどうか分かんないんですけど。まあ分かんないですけど、分かんないけど。うん、いや、やっちゃえ。だって、あれ、三島由紀夫さんが脚本書いて、他人のためにっていうのってないですか、ね、自分のね、憂国とかああいうのありますか、だって、ゴジラのね、加山茂さんも脚本までは書かれてないので、とか、ほぼほぼ脚本に転用はされてましたけど。あれ、本当に脚本書いちゃったのはどうなんでしょうね。日本初ではないのかもしれませんけど。まあまあ、初ではないでしょうね。とにかくそれまでで、狂った果実まででも日本映画って、とにかく相当作られてますからね。そうで、戦争でね、消失してますからね、半分。そうそう焼けちゃってるから目立たないだけで。はいはい、むしろ小津安二郎監督なんかだと、その戦前とかの方がもう本数多いわけじゃないですか。晩年ちょっとしか撮ってないよみたいな。ものすごいのがあったんでしょうね、きっとね。多分。これからもね、多分どっかで発見されたりするんでしょう。つぶらやさんのかぐや姫みたいに。はいはいはい。あれもね、焼けてもうねえよってなってたわけじゃないですか、ね、出てきたよっていう。
あと江戸のキングコングとかね。あ、そうそう、江戸のあれ見たいっすよね、江戸のキングコングね。あと大仏映画ですよね、リメイクされた、はい、あの辺ですよね。多分出てくるんですよ。できますね。見たいですよね。その辺はね、ほんと見てみたいです。あの、何が、また慎太郎さんじゃなくて、何がすごいだろうって、ほら、あの時代って金に糸目はの世界じゃないですか。はい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 、はい。だから多分、そんなも違う意味での無茶をやってたんじゃないかなって気がするんで。そうっすよね。いや、あの、とりあえずなんだっけ、昭和。まあ、狂った果実よりもちょっと後の時代ですけど、なんかね、この間ちょっと久々に行って覗いてみたら、やっぱりコロナ禍でどうも潰れてしまったみたいで、ちょっと残念だったんですけど、はいはい、あの、つつじが丘にある飲み屋みたいなラーメン屋があってですね、そこの店長っていうか、その店主のおばあちゃんがいるんですけど、はい、やっぱりつつじが丘って場所柄、映画人が相当来てたらしいんですよ。そうでしょうね、そうでしょうね。寄りやすいんで、寄りやすいんで、もう、例えばちょっと言ったら日活大映あるわけですから、あの、とにかく映画人がいっぱい来てて、なんかね、空気でわかんのかね、なんか、あの、普通に入ったんですよ、うん、撮影終わって、はい、別にカメラバッグ持ってるわけでもなく、でベレー帽撮影の帰りみたいなこと言われて、いきなり、いやいや、あ、なんでわかるんですかみたいな。それ初めてなんですか。初めて入ったんですよ。あれじゃないですか、メガホンとか持ってたんじゃないですか。いやメガホン持ってて撮影っていうのも古いですよ。なんかちょびひげつけて、そうベレー帽かぶって、ベレー帽かぶってちびちびとか言って入ってきたんじゃないですか。それで映画の終わって映画撮ってきたなっていうのもすごいですけどね。っていうか変な人ですよね。うん、変な人来ちゃったっていう。すごいね、なんかいい、あの、いい、すぐ話しかけてくる。いいよ、ばあちゃん。でも、それはもう本当に妖怪アンテナならぬ監督映画アンテナですね。もう撮影アンテナですよ。すごいなーって。表情能力だ。感知できちゃうんですね。ああ、なんでわかるんすかみたいな話をして。で、やっぱりその当時、まあ、スターさんは来なかったみたいですけど、そのスタッフとか来てて、で、その時のお金の話とかが、あの、とか するんですよ。なんか、言ってるから。そう。なんか、とにかく、なんか、もうとにかく、なんか、段ボールに、こう、札をぎゅうぎゅう入れて持ってくレベルに、なんか、はいはいはい、もう取ったもん勝ちみたいな感じで、当時、はいはいはい、撮影スタジオとか、その事務所の中にお金があって、はいはい。それで言う、今日何千万、踏んだくって映画撮るよとかって、飲みに行くとか、はい、そういうことをしてたなんて話をね、そのおばあちゃんがすごかったのよ昔っつって。なるほどね。会社にスタジオになんか金があるから飲みに来ちゃったとかって来るなよなんつって話をしてて、今はもうないのよねそういうの。いや全然ないっすねみたいな、大変ねみたいな話を。そもそもあの現金を置いときませんからね。そう普通はなんか詰め放題だったとかって話をしてて、それが本当かなんかどうか分かんないですけど、何それって思って、ちょっと想像がつかない。なんか違うもんみたいですけど。え？お菓子とかなんか、あられとかなんかね。アメちゃん食べるみたいに、持ってきな、持ってけ、棒みたいなね。そういう世界ですよね。ああ、でもあったんじゃないですか。なんかそういうノリだったっていうな、昔はもう本当みんな派手だったわよ、なんつって話してて。で、そこがね、もうちょっとなくなってて。はいはい、ああ残念だな、残念だなつって、なんかあのラーメンとか頼んで待ってる時間に、まあお酒飲む人はもうお酒飲んだりするんですけど、はいはい、なんかその季節の、はいはい、なんか秋だったら柿食べるとか言って出してくる。ああ、はいはい、全部無料なんですよ全部。あ、素晴らしい。サラダだったり、なんかその時に作ったものとかを、煮物を食べるとか言って置いてくれたりとか、なんかいろいろ。でレアラーメンだけ食いに来たのに、あのいろんなもん出してこれはみたいな。それで最後に行ったのがちゃんと入れたのが5年ぐらい前なんですけど、はいはい、値段変わってなかった。あ、ちょっと上がってたのかな。でラーメン一番基本のラーメンが、うん、確かに、ね、300円なかったんですよ。いかなかったんですよね。またご冗談。いや本当本当15年前でしょそれ。違う、5年ぐらい前。
あ、ちょっと上がったと思って、300円になってたのかな。それ閉まるわ。一番最初あった時250円でしたからね、ラーメン。また。それ20年前でしょ。いえいえいえ、それ一番最初だと10年ぐらい前ですよ。東京ですか？東京。筒字がはっきり聞いてますよね。筒字が丘ですからね。孫ことなく、あの日活大英のスタジオの沿線。完全にもう近いから来てたっていうだけの話です。東京の沿線、すごいな。それいろんな人行ったでしょうね。その店。もうね、すっかり飲み屋さんだったんで、うん、門構えは完全にラーメン屋なんですよ、うん。カウンターとちょっとしたテーブルしかなくて。それこそ裕次郎さんも行ったんじゃないですかね。もう行った可能性があるかもしれないですもん、ね。あのおばあちゃんもっといろいろ話聞きたかったななんて。ああ、もういろんなもん見てますよ。うん、いろんなもん見てると思うんですよね。だってほら、下手したら、あこの人とこの子、付き合ってんだっていうのも散々見てるはずね。そう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 。ね、で、二人で来たわよっていう。なんか帰り際にね、いつもね、いい家取ってねって言ってくれるんですよ。泣けてきますね。そうそうそう。いい話になった、慎太郎さんから。なんか。一応名前出しとこう。っていういいおばあちゃんだったんですけど、ね、どうしてんのかなっていうのはちょっと気にはなるんですけどね。まさかね、あのスケバンくのいちとかね、アヒルお姉さんを撮ってるとは思わないので、うん、そういうこと言ったけどね。それで知られて叱られたらどうします？あんたね、映画って。いや、でも、あれですよ。あの、何やってるのみたいなこと聞かれたんで、うん、あのちょっと特撮的なことをみたいな感じで話したら、ああ、特撮ねーみたいな感じで。なんか理解ありましたよ。なんかああ、好意的だったんですね。そうそうそう。あれはあれで大変よね、みたいな。ああ、よかったですね。あ、ガッパねとか言われないだけよかったですね。ミニチュアとかでしょみたいなこと言われて、ああ、やっぱりなんかおばあちゃんでもやっぱり映画人が周りにいたから、やっぱり理解はある人でしたね。なるほどね。多分大丈夫なんじゃないかな。さすがにかき割りを見たらちょっと難しい、まあ。そうですね。これが特撮って。あんた特撮って言ったわよねみたいな。それはあったかもしれませんね。あ、そうですね。いやいや。わかんないです。多分笑ってくれたと思います。そうそう、笑っていただけたんじゃないかな。ギラギラギラと。ちょっとね、たまたまちょっと辻が丘降りる時が、先月かな、ありまして、行ったらね、もう潰れてたんですよね。まあ、潰れてたっていうか、閉じたんでしょうね。そう、あのね、コロナ禍とかそういうことではないのかもしれないな、もうだいぶお年だったので。あ、年齢的なもんでしょう。そう、年齢的なもんで畳んだのかなっていう。うん、だから、まあ、もしかしたらコロナがいいきっかけになって辞めたって、はいはい、もう潮時かなっつって辞めたのかもしれない。はいはい、まあ、でも潮時にはなったでしょうね。うん。ああ、いいお話ですね。そういうね、やっぱあの辺はそういうのがあるんだなと、本当に古い建物で。はいはい、でも、邦画黄金時代の空気感ですよね、まさに。そうそうそう。強引に慎太郎さんに持ってくっていうね。でもね、本当そんな、そういうのを見てるおばあちゃんだなっていう。はいはいはい、そんなに金持ちそうな格好はしてないんですけど、でもなんかインテリ な、はいはい、なんか雰囲気があるあおばあちゃんで。まあ、辻が丘ですもんね。そうなんです。そうなんです。あの辺結構あのブルジョアの方がお住まいなんで有名ですよね。成城学院まさにそうですし。安いお店ではあるんですけど、はい、どこか漂うインテリな感じっていう。でもそれにしても安すぎませんか。安かった。で、裏メニューでカレーラーメンっていうのがありまして、メニューにないんですよ。はあ。三条。それはちょっと前から言った、俺全然よく言ってるよっていう人から聞いて、うん、カレーラーメンって頼んでみとか言われて、あ、じゃあ今度頼んでみますみたいな、うん。で、カレーラーメン、あ、あの、すいません、カレーラーメンあるって聞いたんですよ、お願いできますかって言ったら、うん、あら、どこで聞いたのみたいなこと言われて。エレオだなぁ。いいよって言って。いいっすね。いいっすよ。いいっすね。最高。それがね、ほんと美味しくて。ああ。実際言われてから作り出すんですよ。え？カレーを。カレーを？結構時間かかって、うん。だから飲み屋も兼ねてるからできることなんですよね。ああ、なるほどね、はいはい。ラーメン屋だけじゃちょっとね。ラーメン屋だけだとおいおいってなっちゃう、うんうんうん。だからまあ僕は飲まないですけど、飲んでる隙に、あ、できたよって出してくれるんで、はいはいはい、
まあ、ちょうど締めみたいな感じですよね。そうですね、そうですね。で、それも500円だったんですよ。またまた。いや、本当に。本当に。安いなら覚えないですよね。隠れメニュー500円ってどういうことっていう。すごいなそれ。すごかったです。それ、どういう利潤の出し方してるんですか？わかんないですね。まあ、土地持ちだったんだろうなとは思いますけど。はいはい。借りてなかったんですかね。借りてないと思いますね。借りて、それやってたらちょっと合わないですね。うん、多分合わないですよね、うん。どんだけ資産家だったんだってぐらいなもんだって。はい、持ち店でない、持ち土地、持ち家でないとね。うん、だから、ラーメンだけだと申し訳なくて、コーラとかジュースとか頼んでましたよ。あはい、僕、お酒飲めないので。はい、まあまあ、ね、みんなで行くときは飲み屋状態なんで、まあ、周りの人間がお酒頼むから。そうですね。そういうのはあれでしたけどね。あ、なんかすごいいいお話になりましたね。そう、ちょうどね、日活の、まあ、近くっていうほど近くはないけども、はい、まあ、日活が近くになって、はいはい、日活大近くであるんでって話で、だからその辺のね、日活の映画なんかの人たちなんかもいっぱい来てたんだろうなっていう。はい、そうですね、間違いなく来ますね、うん。まあ、日活だけじゃないと思いますけど、そうですね、内容の方とかね、いろいろいっぱいいたとは思いますけど。あ、でもなんかこう、ね、日本の邦画の、いい空気感を味わえるお話ですよね、本当に。お店自体もね。だってほら、映画の中に出てくるお店もそういう感じじゃないですか。そうですね。まさにね。昔の。うん。もう今だってほら、別に悪いことではないんですけど、某後楽園さんとか某日高屋さんとか、もうチェーン店ばっかりになってるんで。そうなんですよね。うん、名物おばちゃんとかいないじゃないですか。うん、言ったらすごいですけど、逆にね、日高屋に行ったら、あそこの日高屋のおばあちゃんすげえんだよとか言って、どんな日高屋って思いますけど。これね、本部からで、ね、クレーム来ますよ。スタンドプレーはやめていただけませんか。同じものを出すのか、あれだから。隠れメニューあるのよとかやっちゃまずいですよね。日高屋さんとかの。何でしたっけ、ラーメンショップっていうチェーン、あ、はいはい、は割と、うん、その店、店によってそのカラー変えていいっていうあれになってるらしくて。そうなんですね、だから独自のメニューが絶対どこにでもあるらしいですよ。餃子だったり、まあ、ラーメンの種類もそうですし、はいはいはい、基本のラーメンは同じで、それ以外のバリエーションはもう店長に任せるっていうシステムらしくて。いいよと、ええ、あ、それいいですね、それやりがいがある。だそこはね、意外となんか結構街道沿いにあってラーメンショップ、こんなところにあるっつって、なんか入りやすいから入っちゃうんですけど、ね、やっぱり何軒かいろんなところ入りましたけど、こんな餃子なかったぞとかね、なんかいろいろ各店によって特色が、なるほどね、不思議なチェーンさ、そこはラーメンショー、もうさらにずれてラーメン話になった。ラーメン談義ですよこれ。ですね、やばいな、ラーメン食いたかったね。ちょっと軌道修正させていただいて。そうですね、指導しましょう、しましょう。慎太郎さんに戻しましょう。慎太郎さんのお話で、あまり世に出ていないであろうというものをちょっとご披露させて。もうやっぱりそれがないとね、今回このテーマにまるでなくなっちゃう。まあ、いろいろあちこちでお話しされてるかもしれないんですけど、じゃん。お、愛の化石。ちょっとこちらの DVD をですね、のまあ、解説書を作らせていただいたんですけど、はい、ブライシャラプロプロモーション制作なんですけどね、はい、この渋いな、この写真が、ね、ほら この2人すごいですよね。この2人すごい、恋のライブになって、ね、怖い、こんな2人にガン見されたら、うん、というか、 なんか脅されてる感じですよ ね、 ね、そうそう、うん、いろんな意味で。いや、そんなこと言っちゃいけない、そんな映画じゃございません。ちゃんと今風の、まあ、何にせ浅岡瑠璃子さんがやられているので、はいはいはい、ね、もうキャリアウーマンというか、当時の働くレディ、働く女子の恋に仕事にっていう映画です。あ、そういう映画なんですか。まあ、基本はそういう映画です。なんですけど、まあ、怪獣アニメ以外もやってんだよっていうのも主張しつつですね。なるほど。こういうものもやってるんだよっていう、ね、ことを言いつつ、この時に浅岡瑠璃子さんからお伺いしたお話を。なるほど、なるほど。当然インタビューしてるんで、ね、
はいはいはい。まあ、とにかくその現場、明治座の舞台のお稽古場かなんかで伺ったんですよ、確か。だから、あのその楽屋来てって言って、そしたらちょっと合間に話すわって言って。で、伺って、まあ、さすがに浅丘ルリ子さんなので、私もお会いするのはそれが初めてだったんですね。だったんですけど、ちょっとびっくりしたのは、かなり小柄だったんで。ほう。小柄な、まあ、親父になられてるってイメージはありますけど、あんまり小柄なイメージがないですね。いや、もう、あの、ね、あの、これいいのか、楽器ほどではないんですよ。はいはいはい、はい。それなりにタッパのお高い方かなとずっと思ってたんですけど。ですね、なんか。いやいや、全然、あの、むしろ、華奢で、可愛い感じの。ああ。もう、でも、お顔はもう、まごうことなく、浅丘ルリ子さんなんで。ああ。このメイクだよって。この顔の、この輪郭だよっていうね。まつげだよっていう。もう、あの、どっからどう見ても、あの、偽浅丘ルリ子など、ありえないぐらいの勢いの、だったんですけど。まあ、それで、いろいろ、まあ、いろんな当時の石原プロのお話もお聞かせいただいて、ああ、で、あの、その頃ってですね、これ昭和40年代前半かな、44、5年の制作だったんですけど、その頃まだあの石原プロは虎ノ門にあったんですね。おまあ、国領か調布にもあったってお話なんですけど、はいはいはい、このいわゆる事務的なことをするのは虎ノ門だったんですよ。なるほど、なるほど。なので、浅丘さんは、あのその虎ノ門の事務所は、あのたびたび行っていたと。うん、で、そこで、あの例えばあの、同じ事務所の、ね、当時同じ、あ、そうそう、当時、そもそも、あの浅丘さんは、まだ、あれなの、でも、このタイミングか、あのこの前後で石原プロの所属になってたんですね。はあ。ルリ子さんは。石原プロモーションの所属女優だったんですよ。まあ日活もこうなってましたからね。そうですね。ねえ、まあ、朝かほら、ロマンポルノに出るわけにもいかないでしょうし。そうですね。まあ、どちらかというと、やっぱり、ね、浅丘ルリ子さんっていうと、松竹の寅さんのイメージが強いですからね。リリーですか。そう、リリー。リリーのイメージがね。まあ、我々はね、特に。そう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 。我々、そっちから入ってますからね。そうなんです。あの、リリーの回に失敗はないっていうね、トラさんの。ね。もう、リリーの回は絶対面白いっていう。そうですね。ありますよね。そして見るたびに、あの、くっつきなよ。なんでくっつかねえんだよ。って。リリー以外ねえよって思うっていう。ね。仲もいいしね。そうですね。一番うまーってんじゃんみたいな。まあ、そこが、あ、なんか泣けてくるな。そこがいいところですよね。まあ、そこがいい。トラさんの醍醐味っていう。何の話、トラさんになった。で、とにかくその取材でいろいろお話伺って、まあ、虎ノ門のね、事務所に行って、当時、あの、前住淳さんも一緒のプロモーションで、ね、時々会ったりとかですね。うん、まあ、あの、前住淳さんが石原プロってすごいですよね。すごいですね。ちょっとあんまりイメージがわからないですけど、まあ、今日は40年代前期から中盤にかけて歌姫ですよね。ああ、そうですね。そうですね。だから前泉さんとね、大志田玲子さんにね、こう大人の女性の魅力を感じたんで、なんとなくこう、あの大人の女性の色気ってこういうもんかみたいなね。なるほど。このお二人から学んだような学んでどうするんだって感じなんですけど、まだ幼稚園だったのに。そうそう、だから前住淳さんに、あ、こんにちはとか、あの今、打ち合わせしてるのみたいなことでお会いになったりしてるときに、まあ、あるとき、まあ、本当に数回らしいんですけど、やっぱり慎太郎さんも事務所に、石原慎太郎さんも事務所に、弟ね、裕次郎さんの会社ですから、事務所にいらしてて、あ、慎太郎さんお見えになってるみたいな、こんにちはとか、ああ、どうもどうもって、弟が世話になってるよみたいなことをおっしゃってて、で、あの、とにかくその時によく慎太郎さんが、もう数回ではあるんですけど、浅丘さんが目にしたのは、あの経営について、慎太郎さんがもう説教していたと、裕次郎さん。すごいですね。はい、もうこんな本案経営でどうするんだお前みたいなことをですね。
で、普段はもう兄貴兄貴みたいなね、ノリのもうものすごい仲のいい兄弟ぶりを見てるわけですよ、もう、ね、はいはいはい、とかね、現場とかで。のにもうその時ばかりはもう、裕次郎さんも旬となって、下向いちゃって、まあ笑顔はね、浮かべてるんですけど、多少。それでもやっぱりもうほとんど、言い返すことも反論もできず、うん、もう慎太郎さんがまくし立ててね、経営ってもんはなっていうね、社員を養うってことはみたいな、経営者としての責任をお前はみたいなことさんざん言われてて、ちょっとかわいそうだったっておっしゃってました。ああ、なるほど。慎太郎さんに言われちゃね、それなんかつらいな。いいんですよね。ちょっともう返す言葉もないって感じだったみたいです。なるほど、なるほど。だちょうどあの栄光への5000キロ？あ、はい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 。あたりまでは全然興行的に全然成功してたんですね。石原プロモーション映画も。まあ黒部はね、あの大成功だったんで。そうですよね。ことがありながら。なんですけど、まあエベレストは、富士山エベレストって山ばっかりだなと思って。だから山好きですね、黒部と。そうですね、山ばっかっすね。あの辺りからちょっと工業的にね、ある兵士の賭けとかですね。ああ、ありましたね、ありましたね、ありましたね。あ、もんだがあった。ありまして、ちょっとご経営が難を迎えていた時代でもあったので、まあ、あの、なんでしょうね、アドバイザーでもないでしょうけど、まあ、いらしてたんでしょうね。このままじゃ弟の会社は大変なことになるっていうんで。なるほど。だから、あの、その、慎太郎さんに経営について叱責、あるいは説教、あるいはアドバイスされてる裕次郎さんを見かけたという、実に貴重な。そうですね。なかなか聞かない話ですね。あんまり積極的に話すことじゃないですからね。そうですね。あの私の質問もだから裕次郎さんの思い出って何かありますっつって、まあどっちかっていうと裕ちゃんはあれねってあのね二か所時代のことになっちゃうわけじゃないですか当然ね。まあそうですね。もう当たり前なんですけど、だからあのただこの愛の化石は愛の化石いいんだっけ、そうそう愛の化石すごいタイトルですけどね、愛の化石です。皆さんお買い求めを。あ、面白いですよ。あ、面白いですか。僕はあって映画なんで、ちょっと押して知るべしなんで、うん、なるほど、私がはっていう映画なんで、見て損はないと思う。なるほど。荒木さん。荒木さん。されるかもしれません。荒木さんは楽しめると思う。なるほど。楽しめるっていうかね、あの、プチ、ミニ幻の湖的な。そうなの？すげえな。ミニですよ。超ミニですよ。ミニ。超ミニ。でも、あの、そういうラスト。えっていう。っていう。なるほど、なるほど、なるほど。いい映画です。まあ、絵も素晴らしいですし、まあ、一流のスタッフ撮ってますから。なるほど、なるほど。そう、だからそれその、この映画の時の裕次郎さんはっていうお話をね、あの、なるほど、社長じゃないですか、社長ですから。あのやっぱり現場とかいらしたんですか。いや、これに関してはそんなにあの口出しもしないし、あの院の時に頑張ってなぐらいしかなかったわって話だったんですよ。他に何かありましたってお聞きしたら、そういえばっていう、その話が出てきちゃったって感じなんです。映画では映画全く関係ないけど、石原プロ時代の思い出っていうことです。あの時代のっていう、ね。よっぽど怒られたのかなとか思って印象に残ったんでしょうね、うん、まあでも慎太郎さんがね裕次郎さん説教してるってこう言ってはなんですけど、一つの特典映像ですよね。そうですね、うん、イベントだよなって感じですから。伝説が伝説を叱るみたいな、そんな感じですから。まあ印象残ったんでしょうね。まあこれはまあ、多分あまり浅岡さんもあちこちではお話になってないと思うんで、で別にあの悪いお話ではないのね。そうですよね、うん、まあそういうことがあって、あの経営回復されてね、見事に西部警察で30億稼ぎますから。30億っていうのも公表しちゃってますけど公表していいのって思うんですけど、そこまで回復されましたから、
だね、まあ、映画が社用になって、やっぱりテレビで復活って感じですもんね、やっぱり、ね。そうですね。そうですね。だからやっぱり太陽にホイールに裕次郎さん出られたのは大きかったんでしょうね。なるほど、なるほど。うん、